てもらった。でもここのものはすぐ買えると、はい、めっちゃ古いやつ。へえ、こっち行かれる方が多いです、ね、ああ、もうあの入り口ですね、沼の。はいはいはい。でここが秀久さんのシャツですかね。そうですね、秀久さんが作っているシャツ、すごい仲がいいんですよね。そうですね、社長になって呼びしてます。兄弟ですよね、梶平さんと秀久さんね、はい、T シャツいいですね。こ、親方くんですか。そうです、パラリ。あ、パラリだ。そうですね、親方くんのシャツも売ってると。でこれは何やろ、これは飾るやつですか、ビローンって。あ、エアプレシナス芳香剤ですね、はい、へえ、ラッキーこれ車とかにつけてたらね、はい、おしゃれやし、匂いもあるし。埼玉でしか買えないんです。あ、そうなんですか。他の秀吉さん置いてる店も置いてないです。へえ。これめっちゃいいな。値段もね、手頃やしね。はい、これオンリーミーさんの帽子ですね。そうですね。あの試作のバーで作っただけです。あーはーはー。オンリーミーファンの方は買っていくわけですね。昨日、一昨日できたやつ。あ、そうなんですか。はい、まだ公開してないです。で8月6日にオープンした記念日というか、これはそれは、はい、秀吉さんのハイハイちゃんっていう、はいはい、ブランドがあるんですけど、はいはい、そのハイハイちゃんの帽子です。ハイハイちゃん、これ秀吉さんにも売ってないです。あ、そうなんですか、はい、社長が自分が被りたくて作ったやつを、はい、僕が店に置きたいって作ってもらう。ああ、そういうことなんですね。でここが皆さん大好きな秀吉さんモデル過去ですかねそうですね、秀吉さんの。ここでも注文できるってことですか。できます。このオンリーミーさんでも、はい、オンリーミーさんでもこれ以外にもありますよね。そうですね、いろんな加工が、はい、でこれ何点かをこんな感じだよっていうのが置いてて、はい、これに関してはすぐ買えるんですか。あ、それもこれが欲しいって言われたら持ってってもらった。もうここのものはすぐ買えると、はい、これは何やろ。これはあの社長の知り合いが持ってたあのめっちゃ古いアシックスと安全靴。へえ、レアっていうか、これだけレアっすね。へえ、僕も見たことないです。あれアンティークな感じで飾ってるって感じ。そうです、そうです。こんなんも昔やったよみたいな、はい、これなんてディアドラの初期です。へえ、めちゃくちゃ重たいですよ。重たいディアドラって今軽くなりましたけど、はい、昔は重い重いって、はい、言ってて僕も買ってなかったんですけど、全部新品なんですよ。作業業界の歴史を飾ってるらしいですね。歴史博物館みたいな感じですね。アイズさんのスーツ型作業こんなんあったんですよ。これは僕もあ、持ってないわ。これ普通のやつですか。オリジナルじゃなくて。違います、違います。アイズさんのこれの下っす。ジャケットっすよね。どうなんですか、買う人は。あ、いますね、あの打ち合わせとか方、現場ちょっと行って現場顔出して打ち合わせとかそのまま行く、はいはいはい、激しめですね。激しめです。こっちはまあ、はい、クールな感じですね。こんなんもありますということです。ちょっとじゃあ、作業服とかいろいろ一通り見させてもらったんで、みんな大好きなニックスコーナーに行ってみたいと思います。はい、楽しみですね。はい、お客さんがいてますね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。セーラー服おじさんですよね。普通の服ですね。ニックスおじさんです。ニックスおじさんという、アカウント名、アカウント名ですね、出されてる方で、はい、今結構フォロワーさんも1000、そうですね、400人ぐらい、まだ1年ぐらいでね。そうですね、セーラー服着てからバッとねボコボコされた。ちょっとあっち向いてもらっていいですか。はい、ニックスおじさんはあのただの変態のコスプレイヤーじゃなくてニックスがめっちゃねこだわられてるんですよね。そうですね、ちょっと現場からの帰りなんでちょっと汚れてますけど、職人っていう感じで、はい、ちょっとこれはこれで後でゆっくり撮らせてもらうんですけど、はい、あのスペシャリストがおるんでこのニックスコーナーを解説してもらいながら、はい、あの非公認アンバサダーなんで何でも聞いてください。じゃあこの辺から行きたいんですけど、この辺はどういう、これはあの、はい、ニックスの初心者向けというか、ほうほうほう、皆さんこっから入って、通称赤タグと呼ばれるやつですね。ニックスおじさん何番から入ったんですか。僕は一発目からこっち行きましたね。もともとは何使ってたんですか。いや何にもそのこだわりとか全くなくて、軽ければいいみたいな、ホームセンターで売ってる保証を使ってて、はい、そうですね。でも皆さんこれから入って、はい、こっち行かれる方が多いですよね。あ、もうあの入り口ですね、沼の、はいはいはい、まあ、価格もリーズナブルで、そうですね、揃えやすいですね。赤タグを使ったことはないんです。ないですね。でも軽くていいですよ、すごく。でもこれはあれですよね、プレート強化されてるバージョンなんですよね。そうですね、ここからまたチェーンとか、はい、まあ、アルミプレートとかつけるんで結局高なっちゃいますね、このタイプのやつは。あ、そのまま通せるやつだとすぐ使えるんですけど、はい、こっちになるとどういう、こっちはそうですね、はい、あのこれが入り口で、
これが2丁目ぐらいですかね。次のバージョンアップ。次のバちょっと お値段もちょっとだけ高くなるんですけど。はい、革ですかこれは。そうですね。ちょっと重さもあるんですね。はあ。こっちの方が。重みが出てくるんですね。はい。でこの重さがこの病みつきになった時に、はい、このガラスとかあのいろんな色とかにみんな行っちゃいますよね。これは一緒じゃないんですか。これ一緒ですね。今おじさんがつけてるやつと、はいはい、全く一緒です。6500円もしたんですね。これちょっと値段が上がったんですよ。これはなんでこの値段になるというか、これあのガラス側で、ガラス側で、はい、赤と青しかないんですけど、はい、これもすごい希少価値が高くて、はい、なかなかいないんですね、つけてる人が。バリ巻きもしてるからさらにそうですね、高いって感じですかね、はい、一番高いんじゃないですかね、腰袋で、ね、ニックスおじさんの場合はその上も変わってるんですよね、はい、アルミ。アルミそうですね。これはどれを使ってるんですか。これを外してこの上のベルトループを取り外してこれを移植してますね、赤。これですね。はい。でアルミもこれ青ですけどこれの赤使ってますね、はい、これの赤色を別売りで買われて、はい、そうですね、取り付けられてると。はい。これ今入るの。そうですね、買いました。買いました。3本ここで買わされました。かっこいいですよね。かっこいいですね。これ現場でめちゃめちゃ目立ちます。目立ちますよね。はい。でも値段もリーズなんです。そうなんですよ、意外に。誰でも買えるというか、はい、まだあと在庫いっぱいありますね。あ、まだありますね。はい、入れたんですか。あ、これをですか。はい、また入れて追加されます。まだまだ在庫ありますんで、三重県にお越しの際はぜひぜひお願いします。次何行きましょう。次やることなくなってくると、はい、こういうのつけたりしますよね。どこにですか。あの腰袋とか、例えばこういうところとか一箇所だけつけてますね。やることなくなってくるって。ここですね、足ね。あ、すげえ。ちょっと取らせてください、ね。はい。あーはーはーはー、お、すげえすげえ。もっとこういうとこに貼ってる人とかもいるんで、そうですね、はい、なんかやっぱオリジナリティを出すためにこのワッペン、はい、これニックスおじさんとか作ったりしてるとこですよね、みんな。オリジナルのやつですか。はい。あ、皆さん作られてますね。僕は作ってないですけどね。作りたいですね、セーラー服で。ちょっと現場では声かけたくない感じ。これはニックさんではないですよね。そうですね。おしゃれ水平器。重たいみたいですよ、これ。重いですよね、おしゃれ水平器。トビとか足場屋さんの方が多いですよね。我々電気屋とかあの空調屋さんはなかなか使わないんですけど。そうですね、なかなか持ってる人もいないですね。はい。重量感あって高級感あっていいですよね。これ新商品ですね。これは何ですか。これあの腰袋の、はい、これあのこういう感じになってるんですね、あの中身が。あの革なんです。ノーマルの状態は、はい、この状態でいろんなもの入れちゃうと中汚れちゃったりするんで、はい、はいはい、こういうの入れるんですよね、皆さん。あの僕はこっち使ってるんですけど、インナーケースってことですね。はい、これめちゃめちゃいいみたいです。へえ。ニックスから出たのは新しいですよね。新しいですね。でこれあのここにあのストラップつけたら、はい、この状態で現場行けるんで、首から下げて。ああ、ちょっとしたゴミ箱にしたり。そうです、めちゃめちゃ軽いです。ほうほうほう。めちゃめちゃ重たいです、こっち。そうですよね。これめちゃめちゃ重たいです。シンデレラフィット。へえ、ちょうど合うんですか。入れてぴったりです。汚れるか。おいおい、お客さん。お客さん。そうです、汚いんで。キリアの入らん。もうこのためだけのやつだから、もうぴったり、はい、この高さとかもちょうどになるってですね、はい、うーん。で後ろの金物が別に邪魔するわけでもないんですね。これがあることによってストラップつけれるんで、腰袋できない現場とかだと、はいはい、そこにストラップ引っ掛けてこの中に材料入れたりとか。詳しいですね、ニックスおじさん。はい、これ買いました。違うな、買わされました。でも使ってはないんです。僕今バリスティックを、はい、オンリーミーさんだけで揃えてて、はい、ああ、今制作途中です。制作途中ですね。これ上の方はどういう感じになるんでしょうか。これがバリスティックですね。むちゃくちゃ軽いんですよ。あ、確かに軽いですね。電気屋さん向けではないんですかね。あ、いや、電気屋さん多いですね、バリスティックは。3段までいらんっていう人は。いや、3段もあるんです。あ、売れちゃって。この2段は建築屋さんですよね。あ、でも電気屋さんもいますよ。います。はい。腰袋にわちゃわちゃ入れたくない人とかは。あ、はい、スタイリッシュに。はい。次はもう革ですね。こっちが重たいです。僕最初入りこれでしたね。ガラスの前ってことですか。ガラスの前これで、これニックスさんから出てる赤ですよね。そうです。あ、これ赤なの。これカスタムじゃない赤。はい、カスタムじゃない赤で。いや、めっちゃオレンジだなと思って、はいはい、自分で塗ったんですね、革専用の塗料で。あ、はいはいはい。雨の日真っ赤になってズボンが、はい、落ちてきたんですね。ガラス側にしました。あ、カスタムなんかこれですね。あ、こういうのもあるんですね。はい。へえ。一個一個やっぱ色が違うんで、色味が。同じ黄色でもまたちょっと色のつき方が違ったりして、はは、面白いですよね。それは何ですか。これオンリーミーさんオリジナルのキャップで、はい、これはあのニックスおじさんだけの色みたいです。いただきました。世界に一つだけ、オンリーワン。もう一度、これからニックスを始める人ですね。はい。
欲しいものを買った方がいい。はいはい。っていうのはこれ聞いてもらえませんか。めちゃめちゃ軽い。軽いと当たりました。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。